いやー、乱世乱世というわけで、令和3年6月の話でござるが、これまた凄まじい乱世がやってきたでござるな。というわけで、皆の衆、御用を改め開封大好きをしてるでござるよ。で、今日はね、まあ、夜中起きてたら、まあ、マジックの新商品のニュースが飛び込んできたわけなんだけど、まあ、これまたすげー内容だったんでね、今急いで動画撮ってるんですが、まあ、だからね、今起きたばっかりの人なんかにとってはね、タイムリーなニュースに仕上がってると思うので、よかったら最後まで聞いてってください。で、まあ、そのシークレットレイヤーの新作の話なんで、まあ、シークレットレイヤーっつったらね、まあ、その海外から、完全受注生産で、まあ、送られてくるっていう商品だから結構ね、普段買ってない人からしてみれば、なんかいい感じの商品来たんだけど、まあ、俺には関係ねえ話だなって思ってる人いるかもしれないですけど、今回の商品はね、まあ、どんな無茶してでも、ね、欲しくなるようなラインナップだったんで、一応ね、どんなやつが発売されたかっていうのだけでもね、聞いておいてください。で、今回のシークレットレイヤーなんですけど、まあ、その箱がね、リニューアルされたんですよね。これがでかいね。そう、今までのね、箱はね、もうこれ見て、これ。この4畳スペース、ここに極まれるみたいな、もう無駄にでかい箱で、そう、この箱に対してカードがね、その5枚とかだから、もう中身こんなもんなのよ。なのにこんなでけえ箱で送られてくるから、もう日本の家屋はね、どんどんこれによってね、あのスペースを圧迫されてって、もう今ではね、シークレットレイヤーが住んでると言っても過言じゃないぐらい、もうあの家のね、あの生活スペースがね、圧迫されて困ってる人なんかがもう日本で後を絶たないと聞いてるので、まあそんなこのね、問題があったシークレットレイヤーの箱がね、すごい薄くなりました。なんかね、ビデオの箱ぐらいになってるんで、まあその代わり今度はね、なんか縦にでかくなってそうなんだけど、まああのね、横にでかいよりかはね、まだ縦にでかい方が、まあ本棚とかに収納できるんで、一応日本のことを考えてくれたのかなっていう気はしますよね。その完全にね、アメリカンマッスルボックスだったんで、それをね、日本向けにちょっとね、考えてくれたってのに加えて、今回のね、カードのラインナップがすげえんだ。あのね、結構いっぱいあって、まあまずはね、ジャブから行くから、そう、あのジャブから入りたいんだけど、ちょっとお待ちくださいね。そう、今ね、急いで撮ってて、もう朝に上げなきゃいけないから、もうほぼ無編集で上げなきゃいけないので、多分カットとか施されてないと思うから、ちょっとお待ちください。そう、いっぱいあるんだけどね、まず1個目はね、そう、これですね。D&D カートゥーンを元に描いたシークレットレイヤーと、だからそのカートゥーン調の、なんつうんだろう、そのディズニーとかね、あの、トムとジェリーみたいな、まあ、そういう風潮のシークレットレイヤーがあるんですけど、まあ、これが6枚入りで、で、ラインナップがね、あの、なんかね、微妙なカードばっかりと思いきや、一部ね、おって思えるのもあって、まあ、逃走者の宝球と、まあ、逃走者の宝球は最近あの、コマンダーレジェンドでも登場したし、しかもコモンドカードだったから、まあ、全然ね、このように流通してるんだけど、まあ、それのまあ、カートゥーンバージョンと、で、このカードね、あんま強くないんだよね。そう、3マナのマナファクトで、まあ、好きな色埋めるんだけど、まあ、飽きたらサクってドローにも変えられるから、まあ、無駄なくね、マナファクトとして使えるんだけど、やっぱりね、3マナのマナファクトっていうのがね、結構テンポ悪いから、そこが弱点としてね、明確に目立つんだけど、まあ、一応これがね、ちょっとなんかあの、なんつうの、謎の博士が、まあ、弾を持ってるっていうね、なかなか新しいデザインで、まあ、登場しましたと。で、それに加えて、まあ、結構スタンダードでは、まあ、活躍したカード、ヒーローズダウンフォール、まあ、英雄の破滅が、なんか悪魔の手によって、なんか英雄が破滅しそうなね。なんかこのイラストいいよね。なんかアメリカの、なんかあえてこのね、チープに作られてる感じのアニメの、ね、しかもなんか次回予告でこういうのありますみたいのでね、なんかあの、あるあるっていう感じのシーンがね、描かれてるから、これいいよね。まあ、この先ね、まあ、多分なんかこの悪魔の方がやられそうだけど、まあ、そのヒーローにね、次回そのキーがあの、やってくるぞみたいな、なんかあの、次回のね、放送が見たくなるようなこのワンシーンを切り取った、まあ、ヒーローズダウンフォールと。まあ、3マナインスタントで、まあ、エンチャントじゃないわ、そのプリンズウォーカーがクリーチャーを破壊できるっていう効果で、結構当時はね、画期的だったね。そう、プリンズウォーカーが割と強かったから、まあ、3マナでクリーチャーかプリンズウォーカー選べて破壊できるっていうのはね、めちゃめちゃ強かったんで、まあ、スタンダード機はね、すごい活躍したんだけど、まあ、それ以降はね、やっぱり3マナって重いから、まあ、インスタントなのはいいんだけど、ちょっとね、内容がしょぼいかなっていうことで、下環境では今のところ使われてないですね。で、それと次がね、これなんだっけ？あのね、衝動の震え？衝動の震えっていうのかな？なんか2マナのエンチャントで、クリーチャーが出るたんびに対戦相手が1点ダメージ食らうっていう効果のエンチャントで、これ結構ね、逃走者とかで使われるんですよね。まあ無限トークンとか出たら、まあそのトークン出るたんび1点ダメージだから、まあ無限ダメージ相手死ぬし、で別にあの無限じゃなくても、結構雑にその11トークンばらまいたりする術はあるので、まあそういうばらまきながら、まあ対戦相手全員だからね、割とそれで順当に相手のライフ40点削るってこともできるので、まあこのカードもね、まあ強いっちゃ強いカードなんだけど、まあ別に元が古文だからね、あのまあ収録していらんかなっていう感じなんだけど、あのね、この次のね、野生の活力がね、なかなか結構今ね、買おうと思ったら高いカードで、一応、逃走者2013にしか収録されてないのかな。あと、ザリストにも入ってたけど、まあ、とにかくね、まあ、世の流通が少ないカードで、で、このカードね、強くはないんだ。5マナのエンチャントで、トークンが2倍出るのと、プライチカウンター限定で2倍乗るっていうので、なんだろう。その倍増の季節ってさ、なんか、中性カウンターとかも倍乗るから、なんかあれのね、その、限定されてるバージョンだから、なんかただちょっと弱くなってるバージョンだから数増しにしかならないと思うんだけど、どうだろう、野生の活力ってなんかその倍増の季節より優れてるとこあんのかな。
ちょっとそれは分かんないですけど、まあそれがね、一応まあ結構ね、その収録されてるセットが限定的なんで、まあこれが入ってるのが多分このセットの目玉だね。で、残りが腐敗の陣形と、まあ発明品のうねりか。で、これどっちもまあスタンダード機にまあちょいちょい活躍したかな。まあ腐敗の陣形はね、これ最近アリーナの、あれなんだっけ、カオスじゃない、キューブドラフトで、まあ、入ってて、俺これ疲れてね、結構発狂しそうになったカードで、まあ、3マネインスタントで全体破壊不能にさせると。で、これなんだっけ、自分のターンのメインフェーズに打つと、それに加えてプライチカウンターと、その警戒修正与えるから、まあ、攻めでも使えるし、守りでも使えるっていうね、なかなか優秀なカードなんですよね。だからね、まあ、これも強いんだけど、まあ、スタンキの話だからね、まあ、今更その、下環境向きに収録してもらってもあんま使うことはないけど、まあ、懐かしみつつね、新しいイラストを堪能できるってことで、まあ、腐敗の陣形も結構いいですね。で、発明品のうねりは、まあ、有名カード、その召喚の調べのアーティファクトバージョンで、で、召喚の調べと違って、その、ファクト限定で、あれができるんですよね、その召集が。ただ、色マナをね、当てられないから、だからその完全にその戦場のパーマネントだけで、なんかコスト踏み倒しみたいなのができないので、その青取り心がね、絶対払わなきゃいけないんですよね。なんか相手がなんかその隙さらした時に奇襲的に攻撃を仕掛けるみたいなのができないので、まあ割とね、使い勝手で言うと、まあコーリングよりね、だいぶ劣るけど、まあそれでも替えが効かないっていうか、まあこんな優秀なね、インスタントタイミングでファクト持ってこれるカードはないから、これもね、なんかいつかやばいコンボが見つかったりしたらね、まあ人気出るカードだと思うので、まあ一応悪いカードじゃないですね。というわけで、最初のこのね、カートゥーンセット、サタデーモーニング D&D っていうのは、もうおそらく野生の活力がまあ一番当たりで、で、残りのカードも使ってる人にとってはね、まあありがたい収録なんで、なんだろうな、この中で使えるカードって言ったら、まあその衝撃の震えがね、まあこの間逃走者で使われたから、なんかそのデビルいっぱい出すデッキで使われたんで、まあ使ってる人はいると思うし、まあそういう人にとってはね、ありがたいですね。で、これがまず1個目と。で、これも、フォイルバージョンとノンフォイルバージョンがあって、で、値段書いてねえな、毎度だったらね、多分ね、39.99 ドルか 49.99 ドルだと思うんだけど、ちょっとね、値段が書いてないですが、まあおそらくね、それだと思うな。で、次ね、これすごいね。ラブニカの、そう、初代ラブニカの印鑑サイクルが、まあ10種類収録されてるっていうので、これすごい。5種類5種類で分かれてんのか。というわけで、まず1個目が、印鑑で、これね、見たら分かるんだよな。グルールの印鑑と、セレズニアの印鑑と、ディミーアの印鑑と、アゾリウスの印鑑とラクドスの印鑑と。で、このね、印鑑がね、完全に、その、まあ、マジック最強のカード、パワーナインの、まあ、モックスをね、なんかイメージして書かれてるんですよね。超モックスっぽくて、なんかその戦場に出した時に、なんかモックスっぽい感じで、まあ、その印鑑を並べるっていうことができるから、結構ね、相手に見せつけたりができるので、これはいいですね。で、印鑑はね、まあ、2マナのマナファクトで、1マナ払うことで2マナ出すっていう効果だから、だ結構ね、マナファクトとしては優秀なんだけど、その1マナ払わないと2マナ出ないから、まあ、これを出してすぐに起動してマナ出すっていう動きができないので、まあ、そこが弱点なんだけど、結構ね、2マナでできるマナブースト手段としてはめちゃめちゃ優秀なんで、てかこれがさ、スタンダードで使えた時ってさ、緑がさ、本来2マナでランパンするっていうことがさ、全色できるわけだからさ、むちゃむちゃ緑なんか立ち位置悪かったよな。すごいよね。だから青とかがさ、もう2ターン目に印鑑出して、もう次のターンにはラスゴ打つぞみたいな状態になってるわけだから、結構印鑑でね、メカニズム的に言ったらぶっ壊れてるんですよね。というわけで、まず一つ目の箱が、まあ、そのグルール、セルズニア、ディミーア、アゾリウス、ラクドスで、で、あ、有効色と対抗色で分かれてるのか。なるほどね。というかね、もう一個が、対抗色の方なんですが、対抗色のね、このアゾリウスがね、めちゃめちゃかっこいいね。もう完全にモックスジェットにしか見えないから、これなんかかなり人気出んじゃないのかな。そう、印鑑はやっぱ逃走者でね、もう絶対使うと言っても過言じゃないっていうか、まあ、それより強いマナファクトがないからね。まあ、大体みんな使うので、だからすぐにね、買ったらね、逃走者デッキに入れて、まあ、友達に見せつけたりができるので、これはすぐにね、プレイできるいいカードだと思いました。で、これも、エッジングフォイルとノンフォイルバージョンがあるんだ。はぁ。あ、これエッジングフォイル入るね。なんかね、この旧枠ってね、エッジングフォイルがね、入るっていうことを、まあ、前回モダンホライゾンで学んだから、これなんかはね、かなり人気が出るんじゃないでしょうか。で、次がね、イラストレーター、ジョン・なんとかさんによるシークレットレイヤー、スペシャルゲスト、ジョン・ホニャララさん。俺、このジョン・ホニャララさんわかんないんだけど、おそらくこのジョン・ホニャララさんは、めちゃめちゃ有名なイラストレーターで、で、まあ、この人が手掛けたっていうことで、まあ、このシークレットレイヤーもそれだけで価値があるんじゃないのかな。で、収録されてるのが4枚で、で、この4枚ね、すごいんだよ。まず、小術師っていう、まあ、よく基本セットにいる4マナ1、2で、まあ、墓地から操作にインスタント1枚回収するっていうんだけど、まあ、めちゃめちゃ見るけど、めちゃめちゃ弱い、コモンのクリーチャーなんですよね。っていうので、まあ、小術師かよと思ったら、次がね、花を手入れするもので、これ超高いんだよ。今、普通に買っても3000ぐらいするんじゃないのかな。というわけでね、目玉の花を手入れするものに加えて、まあ、隕石のゴーレムとメサの女魔術師か。
で、花を手入れするものはね、結構ね、能力バグってて、まあ、2マナ11なんだけど、タップすると、自分がコントロールしてる、色のパーマネント分だけマナ出せるんだっけ。そうだよね。だからなんか5色コントロールしてると、まあ、タップで5マナ出るっていうね、とんでもないブーストするし、てかまあ、2マナのね、マナクリだから、まあ、普通に2色、3色コントロールしてるだけでも、いや、それおかしいだろみたいな戦場になるから、結構こいつはね、買い効かないですね。こんな一瞬でブーストするようなね、2マナのね、ものはね、もうそれこそそのヴィンテージとかの世界に行かない限りないので、だから緑使えてて、まあ、多色デッキなんかはね、もうこの花を手入れするものはもう絶対デッキに入れた方がいいカードなんで、まあ、これはなかなかね、目玉のカードですね。で、隕石のゴーレムってなんだっけ？なんか7マナのやつだっけ？その7マナで、出た時にパーマネント何でも割れるっていう、最近基本セットとかで、まあ、よくお目にかかるカードですね。割と強いカード。で、これもね、逃走者とかで、そうね、単色の逃走者デッキだったりすると、やっぱ割れない、パーマネントっていうか触れないものがね、あるから、まあそういうのにどの色でもね、触りに行けるっていうのは強いので、まあ隕石ゴーレムもね、結構逃走者では重要ある。で、メサの女術師はね、これなんだっけ、エンチャントが出るたんびワンドローだっけ、ちょっとごめんなさいね、読めなくて、確かそうだったと思う。エンチャントが出るたんびワンドローだったっけ ?3 マナ027を覚えてんだけど、ごめん、ちょっと能力が定かじゃないので、画像貼っ付けておくか、編集が間に合わなかったら皆さん MTG ウィキでお調べください。で、次のカード。で、次はね、マーク・ポール氏によるシークレットレイヤー。はぁ、マーク・ポールさんって誰？なんこれ、アーティストシリーズマーク・ポールが公開されました。あ、これ昔のイラストのカードが新枠になって収録されてるんだ。そう、最近なんか旧枠化して、その旧枠兄貴たちに喜ばれるっていう傾向あったけど、新枠兄貴たちに向けて作られたシークレットレイヤーと。だから古き良きバッパラが新枠になってるっていうので、これね、やばいね。一瞬で他にズキュンと来たよね。めちゃめちゃ欲しいぞ、このバッパラ。そう、極楽町が、そう、もう初代極楽町がね、この新枠になってると。この試みって一度もされたことないんだな。すごいね。というわけで、まあ、これはね、純粋に。で、さらに今この極楽町について説明すると、こいつバカでかいらしいんですよね。そう、極楽町ってちっこいのかと思ったら、全然なんか人間ぐらいあるらしいので、なんかそういうのとかもね、まあ、このイラスト見ながらね、考えるとね、感慨深いですね。で、バランス、これバランスさ、新イラストじゃない？まあ、バランスはね、まあ、皆さん知っての通り、まあ、超ぶっ壊れカードで、2マナソーサリーで、まあ、お互いにコントロールしてる、土地と、なんだっけ？全部だっけ？違うか？土地とハンドと、クリーチャーで全部のパーマネントにやるのかな、まあ、とりあえずお互い持ってるものを全部同じ量にしましょうっていうのでまあこれを打つときに、まあ、土地とか全部探ってお前も土地全部なくなれみたいなので、まあ、行動させなくして、まあ、こっちはねコントロールしてるなんだろうアーティファクトとクリーチャーとかで、まあ、殴って勝つみたいな、まあ、そういう昔ながらのコンボがあるんですけど、まあ、それを支えてるカードバランスでございますね。で、今現在使えるフォーマットはヴィンテージだけなのかな。まあ、逃走者でも使えないからね。で、まあ、逃走者でこれが使えると、その他人数全員が、なんかとんでもないさ、なんか付き合いさせられるから、まあ、その禁止は妥当なんだけど、まあ、そういうやばいバランスに加えて、ブレインストームと。ブレインストームこれ新イラストだな、完全に。こんなの見たことないもんな。まあ、1マナインスタントで3ドローして、まあ、2枚デッキトップに戻すと。で、この動作だけ聞くとなんか強そうなんだけど、やっぱいらない手札2枚をね、デッキトップ戻すと、それ引かなきゃいけないので、これ結構ね、弱いんだよね。そう、デッキシャッフルする手段とかあったりすると、まあ、3ドロー2枚戻しは強いんだけど、そういうのない環境だと、結構ね、なんか、オプトとかよりも弱かったりするので、まあ、ブレインストームはね、なかなかその下に行けば行くほど強いっていう感じので、まあ、いつかね、スタンダードとかにやってくることもあんのかな。まあ、スタンにやってくるとそのパイオニアモダンで使えちゃうから、問題あると思うけど、まあ、割とね、なんか順当なドローではね。で、次、カウンタースペル。これいいね。カンスペのこの初代イラストはね、結構欲しくて、なんか買いたいなと思ったんだけど、やっぱりね、ちょっと値段張るから、で、あと、まあ、値段張る上に割とボロボロだったりするんで、まあ、こういうね、新品のこの初代ね、カウンタースペル、これがね、手に入るのはね、やっぱ皆さんね、興奮するポイントなんで、これいいですね。で、ハウリングマインですね。ハウリングマインも、これ初代のイラストかな。まあ、2マナのファクトで、アップキープ開始時にお互いのプレイヤーは、カード1枚引けると。まあ、だからお互いにカードをたくさん引けるから、まあ、自分も得できるけど、相手もこのハウリングマインの恩恵でカードガンガン引けていくので、だからま、どっちが得できてるかっていうと、なんかこっちがドローすることによって、なんかすごいそのシナジーがない限りは、やっぱ相手にドローを与えちゃってるから、損することが多いカードなんだけど、まあ、これ使うデッキはね、なんかそれうまいことやってね、なんか相手をはめ殺す傾向にありますね。まあ、最近何人使われてるかな？ハウリングマインはね、ちょっとなんか最近はお目にかからないけど、昔はよくお目にかかった。で、最後。で、最後はウエストランド。マジ？ちょっと待って待って。待って、このシークレットで最後やべえだろ。ちょっと待って、俺これ気づいてなかった。不毛の大地なの？不毛の大地といえばさ、
まあ、なんと普通にアンタップインできるあの無色土地で、タップするだけで特殊地形が割れるっていうのでね、まあ、レガシーなんかでめちゃめちゃ使われてて、で、もともとこれアンコモンなんですよね。そう、テンペストのアンコモンで、まあ、レガシーで大活躍して、まあ、一時期9000円とかまで行ったんだけど、エタモスで再録されたのかな。で、エタモスで再録されて、で、その次の再録はね、何あったかな。まあ、とりあえずね、ちょくちょく再録されてんだけど、結構ね、4000円ぐらいの値段をね、キープし続けてるカードなんで、まあ、それのね、シークレットレイヤーで1枚手に入るってすごいよな。で、バッパラもね、やっぱこのイラストのね、新枠っていうのは欲しいから、これすごいんじゃない？これいくら値段？とりあえず6月21日からこれ予約開始らしいので、ちょっと値段が書いてないけど、全然ね、これはね、49ドル99とかでも買いたくなるので、これ今んとこ最強ですね。で、今んとこ最強を説明した後に、まあ、今日の目玉っていうか、まあ、とどめの一打というか、まあ、一番人気がね、集中するであろう、このファイレクシャホーム間サイクルのね、シークレットレイヤーが出ましたね。これ、すごいね。ファイレクシャホーム間といえば、そのまあ、悪のね、その親玉5人衆なんですけど、で、こいつらはそのファイレクシャ語っていうのは独特の言語を話すわけなんですよね。まあ、こいつらだけが話すかどうかわかんないけど、まあ、その世界独自の言語があって、で、それで描かれてる、バージョンが、エリッシュノーンと、最近、カルドハイムで登場した、ボリンクレックスだけあったんだけど、まあ、それ他のね、残り3体もファイレクシャ語バージョンが登場するっていうので、これやばいね。で、ホーム間はね、結構プレイアブルなんだよね。そう、エリッシュノンとジンギタクシアスと、まあ、ボリンクレックスなんかは、やっぱ逃走者はね、マナたくさん出るので、まあ、めちゃめちゃ重いことが気にならず使えるから、この3枚なんかかなりプレイアブルだし、あとやっぱね、単純にその、もうマジックのその、なんと世界の、まあ、ラスボスに当たるかもしれないぐらいの奴らだから、カードがね、豪快なんだよね。まあ、エリッシュノンが7マナ4、7警戒で、こっち全体プラに修正、相手全体マイナに修正っていうので、これすごいんだよ。全体マイナにはね、結構そのサンダーボルト級で相手の戦場が一気に壊滅するから、着陸した瞬間相手の戦場がね、一気になくなるみたいなことはね、ザラにあるんですよね。で、それに加えてこっちプラに修正だから、その11を雑魚とかも全然そのまま相手パンチで、ね、沈めたりできるので、エリッシュノーンはね、なんだろう、初心者とかが見たら、いや、7マナ払ってそれですかみたいな思うかもしれないけどね、こいつね、めちゃめちゃ強いんだよね。というわけで、ノーンはね、もともとそのジャッジ報酬でしか手に入らなかったから、で、最近ね、なんかそういうコレクター需要のカードとか高くなる傾向あったんで、なんか1枚3万とか4万とかしてたんだけど、なんかそれの、まあ、バージョンは違うにしても、同じね、ファイレクシア語バージョンで、で、イラストも同じだから、あれの価値とかどうなっちゃうんだろうね。てか、あと単純にこの新枠になってて、その伝説枠ついてるから、こっちの方がちょっとかっこいいっていうのもあるので、これすごいね。で、ジンギタクシアさんね、なんと衝撃10マナなんだけど、瞬速あるんですよね。だから10マナだけど、まあ、相手のターンにね、好きなくキャストできるっていうか、その10マナ経ってターン返してるって、いびつでしかないから、なんかその奇襲的な感じはしないんだけど、まあ、一応構えながら使えると。で、サイズがね、ちっちゃいんだよね。確か5-4とかで、完全外しぬんだよな、こいつ。ただし、相手の手札の上限が、7枚少なくなって0になるから、その、相手のエンド前に出すと、クリーンアップで相手ハンド全部捨てなきゃいけないんですよね。というわけで相手がハンド空になった状態で、まあ、自分のターンやってくるんだけど、自分は自分のターンのエンド時に7枚引けるようになるんですよね。だから相手はハンド0枚、俺はもう手札10何枚みたいな感じので、もうやばい状況になるので、まあ、着陸したらね、もうほぼ勝てますね。で、ただ問題は、これ7枚ドローがね、もう強制なんで、結構ね、そっから時間、なんかかかっちゃうと、まあ、自分ライブラリアウト時にするので、まあ、そこはね、欠点ですね。で、緑のボリンクレックスは、8マナなんだっけ？ 8 マナ76で、で、自分が出すマナが2倍で、で、相手が出す土地のマナが、1ターン起きなくなるんですよね。2ターンかけないと起きなくなるっていうので、だからまあ自分はもう超、もうマナだらけ、相手はすごい飢餓状態みたいなので、まあこれもね、わかりやすいですね。てかまあこのサイクル共通で、まあ自分に起きる恩恵とその逆のことが相手に起きるっていうのがあるから、結構それもね、なんかホーム感のね、なんつうの、デザインとしてね、俺好きなんですよね。で、黒の、これなんだっけ、シェオルドレッドか。シェオルドレッドは、毎ターン相手サクリ要求、毎ターン自分はリアにできるっていうので、まあこれもね、とんでもないね、アドバンテージですね。そう、だからね、こいつもね、結構ね、強そうなんだけど、なんだろう、なんかあんまシェオルマンで使われたことないな。で、最後が、この赤いね、なんつうんだろう、これ何回似てるよな、あれか、オムナスか、なんかオムナスの親戚みたいなやつで、これ名前なんだっけ、ウラブラスクか、ウラブラスクはね、なんかこのサイクルの中で一番軽いんだけど、まあ、軽いだけあってね、結構能力が可愛くて、まあ、自分のクリーチャー全体速攻で相手のクリーチャーが全部タップで戦場出るっていうので、まあ、分かりやすいですね。こっちはその速攻で殴れて相手は一旦かけないと殴れないっていう効果で、
まあ、裏フラスクがね、一番普通に順当に使うんだったら5マナって軽いから使いやすいんだけど、能力がね、めちゃめちゃちっちゃいからね、そこが難点ですね。まあ、というわけで、このね、かっちょいファイレクシャの本館5枚セットが、なんとお値段書いてないけど、まあ、このシークレットレイヤーが今のところ49ドル99超えたことはないから、その今までの最高金額だとしてもね、もうこんな買いな商品はないので、これが多分今回一番人気集中するんじゃないかな。いや、これはすごいね。なんか多分ファイレクシャのホーム館を買いたい人向け、あの、シークレットレイヤー購入方法動画とか撮ったらね、あの、見る人増えそうなんで、まあそういうのね、作る余力がある人はぜひ作ってみてください。まあ俺もね、かつてあの、ウォーキングデッドのシークレットレイヤーの時に、まあその買い方講座みたいな、あの、撮ったんで、まあ興味持った方はね、ぜひそっち飛んで見てみてください。で、最後がね、ちょっとあの、あ、違う、まだ2個あんのか。次がね、これなんだ？イラストレーター、フィオナ、スタ、プレス氏によるシークレットレイヤー。まあ、スペシャルゲスト、フィオナなんとかさん。で、これはね、イリーシア小立ちのドライヤードって、まあ、最近あの、テイロス観光機で登場した、まあ、土地タイプ全部持てるっていう、まあ、ドライヤードと、金属ミミックと、桜族の長老と、ソンコンマ同士の呪文トライと、ソンコンマ同士はね、今現在かなりあの、人気を博してるカードだから、これが手に入るのはでかいよね。そう、ソンコンマ同士ね、あの、単純にパイオニアでもモダンでも、そのもう4枚使うあの、需要がね、尽きないから、よく今でもね、その1500円とかで買えるなって不思議なんだけど、多分このままね、紙のマジックが、まあ、イベントできるようになったら、まあ、こいつなんかもうすぐにね、もっと値段高くなると思うので、ソンコンマ同士はね、まあ、これから4枚揃えようって人は、まあ、あえてね、このあの、まあ、シークレットレイヤーバージョンで揃えるっても悪くないですね。で、まあ、まあ、そうだな、このやつは、まあ、あと呪文トライもね、めちゃめちゃ強いんだよね。そう、呪文トライもやっぱパイオニアモダンで、まあ、活躍するから。で、最近ね、あの、そう、モダンホライゾン2で、あの、インカネーションのエレメンタル出たと思うんですけど、あいつらね、マジで強いね。そう、白も青もすごい強いから、これマルチの、あのね、クリーチャーって、その、どっちのコストにも当てれるから、その、ピッチコストの。これからね、多分ね、こういうマルチのクリーチャーってね、その、エレメンタルのね、観点からね、ちょっと評価上がるんじゃないかな。あのね、白も青もすげえ強かったし、で、あれ、どっちも俊足だからね、なんかあの、こういう呪文トライ使うデッキとも相性いいから、なんか呪文トライは俺の中で、まあ、インカネーションのね、エレメンタルたちの観点からね、一緒になんか価値上がっていくんじゃないかなと思ってるので、まあ、これも結構買いですね。てか、今回のシークレットレイヤーマジで買いばっかだな。で、次が最後。で、次こそ最後で、で、最後のやつが、マザーズデイ2021、まあ、母の日、てか、母の日って海外にもあんの？まあ、それはちょっとわかんないんだけど、まあ、その母の日を、まあ、あの、イメージして作られたシークレットレイヤーで、まあ、いろんなお母さんが入ってるわけですね。で、これ何入ってんだろう？ルンママわかんだけど、他のマザーがわかんねえな。あ、全部ルンママなの？うわー、というわけで、最近ちょっとね、あの、ルーンの与え手によって、あの、あんま見る影がない。まあ、レガシーだと使われてんのかな？あの、まあ、昔はよく見たね、その1マナ11でタップするだけで、あの、クリーチャー1匹にプロテクションを与えられるっていうね、もうその素晴らしいお母さんがいたんですけど、まあ、あれが4種類ね、まあ、別々のイラストレーターさんで描かれてると。そうだよね。うん、というわけでね、これはね、ルンママファンからしたらね、結構たまらないですね。もの、その、ルンマザコンの人はね、ぜひ買った方がいいかもしれない。ただね、ルーンの与え手がね、レガシーでも強いのかな？まあ、一応、ルンマザーのいいところは、自身守れるんですよね。そう、自身にプロテクション与えられるから、まあ、ルンマザー一体でも、なんか相手のね、あの、屈強なアタッカーとかを止め続けることができるので、もうどういう仕組みなんだろうな。お母さん一人でプロテクションをつけてブロックいってるから、結構絵面としてはよくわかんないけど、で、与えてはね、それできないんですよね。そう、自分にプロテクション与えられないから、そこが難点なんだけど、ただね、与えての方が、エロいんですよね。まあ、エロいのは別に置いといて、あの、アーティファクトプロテクションを与えられるんですよ、与えては。だからね、そこが相まってね、レガシーでもどうなんだろうな、与えての方が強かったりするのかな。ちょっとそこね、レガシーあのエアプーなんで、なんとも言えないですけど、まあ、ルーンの母はね、結構昔ながらのいいカードなんで、なんかその上京してきてね、お母さんのこと忘れてるな、みたいな人はね、このルーンマザーの4枚セットを買って、まあ、あの、お母さんをね、ぜひ思い出してください。というわけでね、まあ、今日はね、この夜に発表されたシークレットレイヤー、計何種類だったかな？ 5 種類かな？ 6 種類ぐらいの、紹介でした。いかがだったでしょうか？なんか欲しくなってね、あの、注文したりすると、まあ、そのマジック界隈活性化にもつながると思うので、その好奇心はね、ぜひあの、購入にね、あの、向けてみてください。で、まあ、今日はあんま話すことないんだけど、最後にね、俺ちょっと最近思って、言ったことがあって、そう、モダンホライゾン2が出て、まあ、ラガバンがやばいとかさ、あの、あと、まあ、ドラゴン怒りの媒介者がやばいとか、あの、いろいろあると思うんですけど、あのね、まあ、虹色の終焉、まあ、あれもね、結構今やばいみたいなんで話題になってると思うんですが、虹色の終焉こそやばくない？俺ね、あれを、俺まだちゃんとは使ってないんですよ。そう、一人回しでエアップしてるだけなんだけど、あれなんか大体のカードこれで済まないみたいなので、結構なんかゾッとしてるんですよね。なんだろう、なんかね、大半のカードは、これの前になすすべないっていうか、
うん、なんか虹色の終焉でほとんどなんかパーマネントがいなされるからちょっとまずくないみたいな。一応あれ修練だからその色マナーをたくさん用意しないと使えないかと思いきや、あのフェッチからそのトライオーム飛んでくるから結構簡単にね、あの5色揃うんですよね。まあ5色はね難しいにしても、その3とか4はねトライオームがあるからねすげえ簡単なんで、あの虹色の終焉結構ねやべえんじゃないかなと思ってて、まあもしね、まああのウルザの物語とかもスーパーやばいんだけど、なんかその次にやばいので言うと、俺は今ねものすごいその虹色の終焉がやばいなと思ってるので、なんか同じくねなんかやばいなと思ってる方ね、ぜひコメントとかよろしくお願いします。結構ね俺禁止されてもおかしくないラインをね走ってると思うから、だからなんか虹色の終焉語りなんかねちょっと最近したいなと思ってますね。はい、というわけでね、今日の動画は以上になります。で、あのシークレットレイヤーのね買い方なんかに関しては一応過去にね買い方動画を上げてるので、まあわからないよって方はねぜひそれ見てみてください。ただね結構シークレットレイヤーの買い方もなんかその UI 変わってたりしてなんか違う感じになってるかもしれないので、なんかあのちょっと参考にならなかったみたいな方はそれもコメントいただけると、また新しくねそのシークレットレイヤーの買い方動画になるものをねあげると思うので、まあ、そちらもコメントよろしくお願いします。あ、でそうだ、最後に告知があるんですけど、そう告知っていうか、まあ、今日の話なんですが、まあ、本日ね6月18日の、まあ15時から20時まで、まあ、飲めるやでねそのまあカードやって遊ぼうと思ってるので、まあ、その時間合う方とかね、まあ、久しぶりにその紙のマジック遊んでみたいなみたいな方はねぜひあの飲めるや来てみてください。で、まあ、飲めるや来てなんか俺が来ることによって、まあ、こんだけあの集客できたとっていうのがね見せつけられたらね、あのまたなんかイベントとかさせてもらえるのにねつながるかもしれないので、まあそういうのでね、まあ、あのたくさんお客さん来たらいいなと個人的には思っております。それじゃあ皆さん、まあ俺はおやすみなさいですけど、皆さんは行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。